はい皆さんこんにちは、こんばんは GK です。今日なんですけれども、今日はね、えっ、ー、とサムネにもある通りですね、今日のメインは S ランク自チーム契約書1枚ですね、日本一達成難易度星5の50回達成分の S ランク契約書があります。で、まあ、どこのチームで引くかっていうと、まあ、当然、ホークスなんですけれども、今ね、ホークスはね、こんな感じですね、S ランクは2人持ってます。 なので、まか、あ、ぶらなければ正直いいんですけどまあ僕はギータを狙っていきたいと思います、まあ、正直ねギータ以外でもマッチも極みにできるし森投手もできるし加山選手はもう A ランク12枚ぐらい持ってるんでまあ、出たら出たで育てれば極みにできます甲斐選手も極みで持ってるので極みにできます高橋玲投手は今、凸3ぐらいかなで持ってたと思いますなのでかぶらなければ 大きな戦力アップにつながるので、ここは当然、ホークスで引いていきたいと思います。で、先にね、ゴールド契約書が1枚あるので、そっちから引かせてもらいます。今日どうしようかな、ちょっと動画短くなると思うんですけど、リアタイ1試合あるかな。さあ、ゴールド契約書から。ゴールドから、エスコイ。<laughs> マルテ選手、OK です。 さあ、ということでね、始まりますよ、ここから。もう僕はね、もう今、ギータを弾くシチュエーションが、で、よしと言ってる自分の姿が浮かびます。ということで、行きましょう。ホークスなってますね、ジジムね。OK です。さあ、お願いします。おぉ、久々、なんか久しぶり見たな。あの、紙吹雪散ってるの。さあ、お願い さあ、ギータ来てくれ。ギータお願いします。ギータお願いします。ギーターおー、かやま選手。でも、これは嬉しい。OK です。やっと S ランク手に入れたわ。ふふふ。やっと出会えました、かやま選手と。ありがとうございます、ほんとに。しかもタイピンやん。通ーシあったらね、めちゃくちゃ強いんですけどね、リアタイとかでも。でも、嬉しいです。3400できるんでね。はい。爆弾ですよ、これは。 山先生一応能力ちょっと見に行っていいですか多分74あスカウトの方が早いね出たばっかりですからね9位74制球75スタミナ60し見栄え良くなったっすねスタミナが C になってねでまあ9位まあ9位と請球同値は狙えるしまあ B ランク止まりですけどねまあ当然ホークス純正作る上ではもう必ず必要なピッチャーですしまあホークスファンならね 本当ね心強いピッチャーですよね加山選手ねうんありがたいです、まあ、ちょっとねギーター引けなかったんですけど <laughs> まあそこは仕方ないでしょう一応ね加山選手見ますかちょっと全部引き出すかあまだいいかそこまでしなくてここに11加山いるんですよ僕 <laughs> 4でいいかな 多分ね、育成中の加山選手がオーダーに1人入ってるはずなんでああここねもう59ですねもう交代しとこう <laughs> オッケーですありがたいあらどこ行ったあー下の方か OK ですありがとうございます被らなくてよかった被らないだけでも本当嬉しい正直もうかぶったらね本当 台無しですからね、まあ、今シーズン始まっても早くも GTMS 契約書2枚目なんですけどあれまあ良かったっすねはいじゃあえー、っとまあいいかどうしようかな特訓とかはまあ裏でやっときましょうでリアタイでも使いますもちろんはいどうしようかな動画一回切るかな切りましょうかね一回動画ね 本当は、ね、この A ランク以上確定スカウトとかも引きたいんですけど今回ちょっと我慢しようかなと正直思ってますまあ1回ぐらいだったら引いてもいいかなと思うんですけどね期間中にまあそれ多分引くとしても、まあ、リアタイドで引くぐらいかなまあそれしかないと思いますんでまあもしはい引く気になればリアタイドの最初で引いてリアタイするっていう流れになると思います はいということで、今日はね無事、加山選手を手に入れることができましたので、ホークスの S ランクは今3人、まあ、杉内選手入れて4人ですね、はい確保した状態になってます。でちなみにね、ねみんな極みが狙えるところなんでね、はい大きな戦力アップにもつながってくると思います。でギータね、手に入らんね、まあまあ、ここまでね多分2019年からずっとシリーズ1、シリーズ2でゲットしてきて。 まあでもまあ仕方ないね。まあでも今のねギーターでも正直強いんですよね。3200でも。うん。強いんですけど、まあやっぱりね、最新バージョンの方が見栄,見栄えはいいということでね。まあいずれはゲットできると思うんで、まあシリーズ1無理でもシリーズ2でゲットしたりとか、まあまあ全然獲得の機会はまだいっぱいあると思うんで、はい。まあ今回はいいでしょう。加山選手手に入れてたんでね。<laughs> うん、OK です。ということで今日の動画は以上になります。ちょっと短いですけどね。はい。 まああんまり、まあ、みんなガチャにしか興味がないと思うんで <laughs> 契約書開封はしたんでねよかったと思います。はい、ということでこれで終わりたいと思いまますごご視聴ありがとうございしした失礼します。